それぞれの病気ごとに主力となる薬っていうのがあるんです。毎日飲むことによって血液の濃度が少しずつ上がっていって、一定の濃度以上になると治療効果を発揮する。飲みたくないんだったら勝手に減らさないで、主治医と先生とよく相談した上で飲んでいってほしい。シュンシュンさん、40歳男性。薬を1回飲み忘れることはどの程度治療に影響しますか？念のため把握しておきたいです。薬1回飲み忘れたぐらいでどうなんだって話でございますけども、結論から言うと薬の種類によって違いますということですね。皆様もネットで調べれば大体わかるのと、それぞれ飲んでる薬が何のために飲んでるのかっていうことを知っておかないと治療効果出ないと思うんですね。だからこれを飲むことで治るんだっていうことをちゃんと信じて飲めば、プラシボ効果で治りやすくなってくるし、わけもわからなくただなんか飲めって言われてしょうがなく飲んでるのとは、その時点で治療効果が変わってきます。なので皆さんが自分の薬がどういう薬でどういう効果で、どの自分の症状のためにどの部分を治すために飲んでるのかっていうことをよく主治医の先生から教えてもらったり、ネットでも大体調べることができますので、薬の名前入力すればね、自分で把握しとくってことが結構重要です。結論から言いますと、精神安定剤と呼ばれてるようなものとか、抗不安薬ですね、あとは睡眠薬、睡眠導入剤と呼ばれているようなものは、1回飲み忘れたからといって別にどうということもないですね。むしろ飲まないようにしてって言った方がいいような薬なので、飲み忘れてもどうということはございません。それぞれの病気ごとに主力となる薬っていうのがあるんですね。だからうつ病であると抗うつ薬 SSRI が出ることが多いと思うんですけども、あるいは双極性障害であれば気分安定剤、統合失調症であれば抗精神薬と呼ばれるような鎮静剤のような系統の薬とかね、そういった主力となる薬というのがあって、それはできるだけ飲み忘れないで飲んでほしいなというふうに思います。そういう薬っていうのは血中濃度って言って、毎日飲むことによって血液の濃度が少しずつ上がっていって、一定の濃度以上になると治療効果を発揮するというのが今言ったような主だった薬の作用基準なんですね。特に SSRI のようなものもそうなんだけども、だから浴びて飲んじゃうと効果がゼロになってしまうと考えた方がいいです。分かりやすく言うと、例えば抗うつ剤ね、1日朝という1錠ずつ飲んでくださいねっていう風に処方されていて、2錠は嫌だから1日1回しか飲まないっていうことになると、いつまで経っても治療濃度に達してないから、薬飲んでんだけど何年飲もうが治らないんですよ。だって治療の効果領域に達しないわけだから。なので処方通り飲むっていうのが薬の原則です。早く治すためにはね。じゃあ1回薬飲み忘れたぐらいで治療濃度がドーンと下がるかっていうと、そんなことはないわけですね。1日2回1週間飲んで治療濃度に達していくわけですから、1回飲み忘れたらちょっと下がるかもしれないけど、体制には影響はありません。あと飲み忘れると言っても、飲み忘れた後に追加で飲むこともできるです。例えば朝夕1錠ずつ飲んでくださいって言って、朝寝坊して昼に起きてしまいましたって言ったら、じゃあ飲んだ方がいいのか飲まない方がいいのかって言ったら、飲めばいいんですね。8時とか9時に飲んでるものを12時に飲んでも3時間がちょっとずれるだけなので、さっき言ったように治療濃度というのを維持するってことが重要だから、今効いてる薬っていうのは何日も前に飲んだ薬が今効いてるというふうに考えられるわけね。だから何時間か飲み忘れても、例えば次の薬と一緒に2錠飲んだらいいかっていうと、それはちょっと何とも分からないので、主治医の先生と相談をしてほしいんですけど、朝飲み忘れたら昼飲めばいいんじゃないのっていうようなぐらいの大雑把なものと考えても良さそうですね。なのでどうしても心配な人は、主治医の先生に飲み忘れたら抜いた方がいいですか、それとも遅れても飲んだ方がいいですかっていうことを一度聞いといたらいいと思います。どういう薬によるかとか、その薬の作用基準とか、そういったものによって変わってくるので、一概に全ての薬がこうだというふうには言えません。ただ全体的に言えることとしては、1回飲み忘れたぐらいではそんなに大した影響はないです。ただ先ほども言ったように、毎日のように薬の間引いて飲んでる、毎日のように一錠省いて飲んでるような飲み方をしている方は、いつまで経っても治らない可能性があるんですね。治療効果が出る領域まで達しないわけだから。だから時間とお金の無駄ですよね。そういう人はね、無駄というか治らないわけですよ。きちんと1日2錠飲んどけば治るものを1錠に減らしたせいで永久に治らなくなってしまうわけですね。治療濃度に達しないわけだから、治療濃度に達して初めて効果が発するわけです。そこに達したからといって治るとは限らないけど、初めてその以上の濃度になって効果が出始めるわけですから、そこにも満たない、浴びて飲んでしまって半分にしか飲まなかったら達するはずがないわけだからね。だから薬はきちんと用法用量を守って服用してくださいと、袋に書いてある通りにね、きちんと飲むということが、早く治すために、早く回復していくためには不可欠です。飲みたくない薬はこれいりませんというふうに言った方がいいです。医療費の無駄なのでね、皆様が飲まないで捨ててる薬のために、国民の健康保険のお金が年間何万円も使われてしまうわけだから、いらない薬はですね、睡眠薬は最近眠れるのでいりませんとかね、イライラ止めの抗不安薬は最近そんなにイライラしないのでいりませんとか、半分に減らしてくださいとかね、そういうふうに言っていいと思うので、薬を減らしていくってことが結局回復に向かっていくってことでしょう。最終的に薬もなしで普通に生活できるっていうのが回復してるっていうイメージなわけだから、だからあまり飲みたくないんだったら勝手に減らさないでですね、ぜひ主治医と先生とよく相談した上でですね、飲んでいってほしいなというふうに思います。
ますということで、薬1錠飲み合わせたらどうなるかっていうと、そんなに大したことではありませんよっていう、過剰に心配することはございませんけども、しょっちゅうそういうことがある人はちょっと注意してほしいなというふうに思いますね。毎日勝手に自分で調整するような飲み方はやめてください。精神科の薬が効き始める時期は、精神科医カバサワショーンのカバチャンネル、今日は石川県白山手取川ジオパークからお届けしています。後ろに見えますのが日本一の獅子頭だそうです。今日は質問いただきました。佐護ジョウンさん、36歳男性、抗うつ薬の種類を変えることになりましたが、何日か間隔を空けた方がいいのでしょうか、それとも次の日から新しい薬を飲み始めてもいいのでしょうか、効果がかぶって薬が効きすぎたりしないか心配です。抗うつ薬っていうのはですね、飲み始めてすぐに効果が出るってことはまあないですね。基本的に例えば抗うつ薬の抗うつ効果っていうのは、だいたい薬飲み始めて2ヶ月とか3ヶ月して出始めるものなんですね。ただ普通に薬を飲み始めた場合、副作用とかそういうのはね、結構短期間で出る可能性っていうのはありますけども、大体抗うつ薬の場合、この血中濃度がある程度上がっていくのに何日かとか、あるいはある程度安定していくのに1週間とかね、そういった期間っていうのがかかってきますので、たった1回飲んだだけでバスッとこう血中濃度が上がるという、血中濃度っていうのは血液中の薬物の濃度ですね、そういったものがピュッとこう上がるということは普通はないので、1回飲んだからものすごく何かすごい副作用になるっていう、そういう心配っていうのは一般的には少ないと思いますね。だからまあこういうふうに薬切り替える場合も、別にある日を境にピシッと切り替えてしまって、まあ問題はないんじゃないかなというふうに思っています。一般的にね、血中濃度がねすぐ上がる薬っていうのは精神安定剤とか睡眠薬の類ですね。これはもう飲んで30分ぐらいで効き始める薬でございまして、逆に言うと体内での代謝時間っていうのもね、半減期というね、体内での濃度が半分になる時間っていうのも4時間とか6時間とか8時間とか、結構短時間で、多角的短い、つまり短時間で効いて短時間で効果を発する薬っていうのもある一方で、抗うつ薬なんかの場合はね、一回飲んだからすぐ効くっていう類の薬ではございませんので、質問いただいたような心配っていうのはまあないんじゃないかというふうに思います。あとまあ抗うつ薬を切り替える場合ですね、 SSRI っていう薬がかなりの量を処方されていて、それも結構なね長期間処方されている場合において、ある時スパッとやめるとですね、まあ、セロトニン症候群っていうある種の離脱症状、禁断症状的なものが起きるということも言われていますけども、まあ普通の少ない量であるとそんなに心配しなくていいと思いますし、そういったことは主治医の先生も当然承知していると思いますので、特にそういうことが言われていないのであればね、あまり心配しなくていいと思います。ということで、まあ薬の切り替えっていうのは間を置く必要っていうのはまあ普通はしないですし、私も一度もしたことないですね。なのでそういう心配っていうのはまあほとんどないんじゃないかなというふうに思います。意外とですね、精神科の薬っていうのは、さっき言った精神安定剤や睡眠剤は別としますと、ある程度継続的に飲んでいて初めて効果を発するというものが多いんですね。飲んでその日のうちに効くのは、さっき言ったように精神安定剤や睡眠剤という形になりまして、それ以外の例えば統合失調症の薬であるとか、躁うつ用の薬とか抗うつ薬とか、そういったものっていうのは何日も飲んで初めてようやく血中濃度が上がってきて、さらにその状態が続いてですね、効果を発するという、そういう作用基準になっているものが多いと思いますね。まあ、逆に言うと1日ぐらい飲み忘れたからといって何かすごい大変なことが起きるわけでもなく、例えば朝食後に飲むようになっていて、朝飲むの忘れたっていう場合どうしたらいいかというと、まあ 2,3 時間ぐらいずれて飲んでもそんなに心配するものではないという形なので、もし飲み忘れた場合は多少時間ずれて飲んでもまあおおむね問題ないというぐらいの、まあかなり大雑把なね感覚で考えておいていいので、例えば朝飲む薬を飲み忘れてたらどうしたらいいんだろう、このまま飲まないでいいのか、あるいは夕方に飲むと大変なことになるのかとか、いろいろと神経質に考える方多いんですけども、まあ一日の中で調整されていれば、抗うつ薬なんかはねそんなに心配いらないという形なので、作用時間っていうのも長いし、徐々に血液濃度っていうのが上がってきますのでね、いきなり飲んでから何かすごい大変なことが起きるということもないので、まあそういったものも含めて主治医の先生とよく相談して、主治医の処方通り飲んでれば、まあ通常は心配な副作用というのは起きませんので、よく主治医の先生と相談されたらいいかなと思います。精神科医カバサワショーンのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。副作用が出ても薬は飲み続けるべき。精神科医カバサワショーンのカバチャンネル、今日は北海道旧道庁赤レンガ前からお届けしています。質問をいただきました。新之助さん、23歳男性、心身症と診断され、その後パニック障害と診断され、抗うつ薬を飲みました。飲んだその日から不眠に悩まされています。2年間は継続しましたが、副作用の不眠に耐えられません。朝散歩、運動、食事などはできてます。他にも副作用がきつくて、それでも飲み続けるのでしょうか。主に身体症状のみです。
副作用が出た場合、それでも薬を飲み続けた方がいいのか、あるいはやめた方がいいのか、減らした方がいいのか、他の薬に変えた方がいいのか、これに関してはですね、答えは簡単です。主治医とよく相談してくださいということになりますね。とはいえ、一般論として、じゃあ医者っていうのはどういうふうに考えて副作用が出た場合薬を減らしたり調整したりしていくのかってことはね、あると思うので、そういった概念も含めて今日解説していこうと思うんですけども、みんな副作用ってすごい騒ぐんですけども、副作用じゃなくて今の病気ってものすごく辛いですよね、大変ですよね、仕事行けませんよね、仕事休んでますよね、ものすごく辛いですよね。例えば今病気の辛さが10あるとしましょう。ものすごく辛いです。それをなんとか薬で治していこうって言った場合に、副作用の辛さが例えば2とか3ぐらいの副作用がちょっと出たとしても、メインの病気の辛さに関しては治していくためにはある種やむを得ないっていう部分は一つあるわけですね。もちろん副作用がほとんどないような薬を飲んでいくというのが一番いいのですけども、やっぱり副作用が出やすいそういう方っていうのは結構いらっしゃってですね、副作用を我慢して飲んでもらうっていうことはあります。だからそれは今のものすごく辛い病気の種の症状を治していくための、ある意味毒を持って毒を制するという意味においてですね、副作用が多少あってもそれどころじゃなく今メインの症状をとにかく一刻も早く治していかなくちゃいかんねっていう意味において、ある程度副作用が出ても飲んでほしいなっていうのが医者としての思いですね。これが例えば症状が軽くなってきて、10だった苦しみが7になって、7だった苦しみが5になって、5だった苦しみが3ぐらいになってきた時に、副作用の苦しみが3ぐらいあったとしたらどうでしょうか。病気の方はかなり良くなってるんで、むしろ副作用の方が強いじゃんみたいな形になってきた場合において、これはどうしようっていう風に、ね、なってくると思うんですね。薬を飲む目的というのは、とにかく今の病気を一刻も早く治すというのが薬を飲む目的です。その種の目的を達成するために多少の副作用はやむなしっていうのがね、医者的な考えでございますね。あとこの長期的な、ね、目標っていうのもあると思うんです。例えばうつの薬であればですね、うつ症状が非常に改善したならば減らすことができますし、最終的に1錠ぐらいにして維持療法っていう形で数年飲んでもらう。最初は3錠とか4錠とか多いかもしれませんけど、最終的に1錠ぐらいまで減らして飲んでいくっていう形になるわけですね。そうなってきた時に、今は多少副作用が強いかもしれませんけど、今例えば3錠飲んでいて結構副作用が出てるかもしれないけど、ある程度うつが治ってきて1錠まで減らしたら多分副作用はかなり減ると、そういう見通しっていうのもありますよね。だからその見通しにおいては、うつ症状さえ良くなれば薬減らせますよっていう見通しがあればですね、もうちょっと頑張って飲んでよっていうね、副作用が今あるかもしれないけど良くなったら薬減らせるから飲んでよっていうことで飲んでほしいなっていう場合っていうのもあります。あるいはですね、例えば統合失調症であるとか双極性障害の薬っていうのはかなり長期的にですね飲んでいく必要があります。そういう場合において副作用が強いっていうことになると、長期的に飲むのはちょっとかなり難しいという部分が出てくるんですね。そういう場合はよく主治医と相談していく必要があります。医者の立場から言うと、副作用が強い状態で飲みなさいって言っても、結局病院に来なくなったり勝手に薬をやめてしまったりという一番最悪のパターンになってしまう場合があるので、主治医の先生にちょっとこの薬副作用が強すぎてちょっと飲みづらいんですけどっていうことを相談すべきなんですね。そこ遠慮して言わないってことになるとおかしなことになってしまいますので、今回の質問をいただいた方はパニック障害の薬を飲むと不眠になってしまっているということなので、その辺も含めて主治医の先生とよく相談していただくしかないですよね。パニック発作の薬を減らすことは可能ですけど、次の日からパニック発作が連発しても困りますよね。あるいは別な薬に変えるってことも可能だし、いろんな選択肢っていうのはあると思うので、どうしても今眠れないという状態の副作用っていうのはあまりよろしい副作用ではありませんから、また睡眠薬みたいなのが処方されるかもしれないけども、どちらかというとメインの薬をね変更する余地っていうのはあります。ただメインの薬を変更したとしても同じような副作用が出る可能性はもちろんあることはあるんですけどね。副作用っていうのは基本的に人によって全く出方が違いますし、1錠出しただけでものすごい強い副作用が出る人もいるし、5錠10錠出しても全く何ともない人も出ますし、本当にその個人差っていうのが大きいのですね。だからそれっていうのは皆さんの症状と副作用の強さを見ながらデリケートに調整していかないといけないので、主治医の先生でないとわからないという場合がありますという形で、副作用が出た場合薬を続けた方がいいのかやめた方がいいのかっていうことについて基本的な考え方説明してきましたけども、患者さんの側としてできるのは副作用が辛いっていうことを主治医の先生に言い続けるということでしょうね。でも難しいんです。やっぱりなぜかというと、病気が早く治りそうな薬から順番に投与していきますから、別の薬に変えてくださいって言った時にセカンドチョイスっていうものになって、2番目ぐらいに良さそうな薬っていうのが投与されることになりますから、主症状主の病気に対する効果っていうものでいうと、一番最初の薬の方がおそらく高い可能性があるので、変えたくないという先生もいらっしゃるかもしれませんが、その辺はよく相談して、副作用が辛いのであればしっかりとね眠れないという状態が出てるんですけどどうですかねっていう、薬のせいで眠れなくなりましたって言うとですね、カチンとする先生がいます。薬のせいで眠れなくなったかどうかっていうのはわからないですから、それはね、それは判断っていうのが入ってくるので、この薬を飲むようになってから眠れない日が増えてきたんですけどっていうのは事実ですけど、この薬のせいで眠れなくなりました、なんとかしてくださいっていう
単なる個人的な判断なので、正しいかどうかっていうのは分からないので、そこまで言うとですね、カチンとする先生もいらっしゃるかなというふうに思いますので、事実を事実としてね、薬を飲み始めてからこういうのが出てますよってことをただ事実として言えばいいので、それに対して副作用かどうかっていうのを判断するのは主治医の判断であり、そこで薬をまた変えたり減らしたりっていうことをね、考えていくこともよく相談した上でね、決めていくという形なので、その事実を皆さんが今感じている出てる副作用の症状をそのままお話しするという形で、よく主治医と相談して調整していってほしいなというふうに思います。減薬のタイミングを見極める方法、精神科医カバサーションのカバチャンネル、今日は豊洲からお伝えしています。今日は質問いただきました。ひよこさん、30歳女性。長年の友人が鬱になり1年経ちます。最近自分はこんなに会話ができるのだから鬱ではないかもしれない、薬が原因かもしれないから減薬したいと言っています。2ヶ月前は夜しか起きれない状態でした。減薬のタイミングは合っているのでしょうか。合ってません。患者さんが薬を減らしたいです、減薬したいですっていうねことよくありますけども、減薬のタイミングをどういうふうに見極めるかっていうのは簡単ですね。患者さんが減薬したいって言ってる時は減薬のタイミングではありません。患者さんが減薬なんてどうでもいいやと思った時が減薬のタイミングであるっていうのが、樺沢流の減薬のタイミングを見極める方法ってことになりますね。薬減らしても何もいいことないんですよ。再発したり悪化する可能性が増えるだけなんで、だからできるだけ精神科医としては患者さんに症状悪化してほしくないし、せっかく症状が良くなってきたものを再発させてほしくないですから、基本的に減薬はしたくないです。なので減薬を先送りしたいです。できれば症状が良くなった、いわゆる寛解状態になってから半年から1年ぐらいは同じ薬量で維持して、そこから少し減らしていこうかってぐらいなベースで考えてますね。なので基本的に減薬しない方がいいです。リスクなので、博打みたいなものになってくるので、減薬してなんともない人もいますけども、減薬して1週間か2週間でものすごく悪くなる人も一定の割合でいるんですね。せっかく1年もかけて病気に治してきてるのに、薬1錠減らすだけでものすごく調子悪くなっちゃって最初の状態に戻っちゃったら、ここの1年間は何だったんだって話になっちゃうわけで、非常にもったいないし、患者さん自体がまた辛い思いをするし、何のいいこともないですね。それよりも再発させないで治して社会復帰していくってことが一番の目的だと思うんですけども、薬を減らす減らさないっていうのはものすごく症状が良くなって社会復帰もできた後にやっていくべきことなので、まだあまり調子が友人や家族から見てどう見ても絶好調じゃないよねっていう状態において減薬するっていうのはどう見ても間違ってます。じゃあなんで患者さんが減薬したいかっていうと、それは否認ってことになりますね。否認っていうのは何かっていうと、自分自身が病気である、メンタル疾患であるってことを否定してるからです。本当は薬なんか使わなくても治せる状態である、自分は病気なんかじゃないというふうに思ってんですね。この患者さんもまさにそう思っているから、薬のせいで今の症状が出てるっていうようなことをおっしゃるわけです。病気に治っていくステップの中で、否認から受容に至ります。否認から受容に至る過程で自分自身を責めたり他人を責めたりすると怒りのフェーズがあって、それを通り過ぎると取引っていうステージがあって、その後感謝っていうステージがあって、最終的に受容っていう風になっていくんですね。否認っていうのは病気が治るステップの一番最初のステップです。ですからこの患者さんでいうと、まず病気の治りのステップでいうと第一ステップの状態にしかいないってことなので、治る状態をこことしたらまだこの入り口にしかいないってことですね。もうディズニーランド の入り口を入ったですね、お土産屋さんが並んでるあたりにいるっていうような状態ですね。なのでちっとも治っちゃいないというか、まだまだ病気の真っ最中にいるわけですね。だから薬を減らしたい、薬をやめたいというふうに言います。自分がきちんとメンタル疾患であり、そのために治療が本当に必要であるってことが受容できてるんなら、さっき言ったように焦って薬をやめてこうなんてことは絶対思わないんですね。薬をやめたい人っていうのは病気というものを真に受容できてないからやめたいし、やめてもなんともないっていうのは自分は本当は病気じゃないって思いがどこかにあるので、薬なんかやめても減らしても別に悪くならないっていうね、楽観を持っております。うつ病の患者さんが薬をやめたらどうなるかっていうのはね、3分の1の法則っていう私が言ってますけども、うつ病の患者さんが薬を急にやめると3分の1の人はすぐに悪くなります。3分の1の人はちょっと時間を置いて悪くなります。 1,2 週間で悪くなる人もいるし、 1,2 ヶ月か3ヶ月か半年ぐらいして悪くなる人もいます。残りの3分の1は何ともないっていう形ですね。症状が緩解した後に薬をやめた場合の話ですね。だから3分の1ぐらいの人は何とかなるんですけど、逆に言うと3分の2が再発するわけですよ。そうすると博打としてはすごい割が悪いんですね。3分の2が治って3分の1が再発するんなら、そういう風に減薬や弾薬というものをやろうという、まだね確率的にいいと思うんだけど、3分の2がだいたい弾薬に失敗するんですね。そのぐらい再発っていうのが起こってきます。うつ病においてね、他のメンタル疾患も同じように起こってくるんですけど、だから減薬とか弾薬っていうのをあんまり積極的にやっても何のいいこともないので、少なくともまず調子を良くするってこと、その次に会社に復帰したりですね、会社に復帰するときってまたストレスがかかってきて精神的に大変な状態になるんですね。その時って再発する確率がものすごい高いから、社会復帰する前に減薬したり弾薬するっていうのは普通はあんまりしないと思います。ですので、とりあ
あえずきちんと会社に勤めれるようになってね、1年ぐらい勤めて大丈夫ですっていう風になってから薬減らしてったらいいんじゃないかなっていうのが私の考える減薬のタイミング。患者さんが薬やめたいですっていううちに減薬すると、大体私の経験でいうとほぼ 100% 悪化するか、あるいは悪化しそうになってすぐ薬を戻して対応するとか大変な目になってるのがほとんどですね。なのでまだ減薬したいというふうに思っているということ自体が焦り、病気に早く治さないといけないという焦りの状態にある、まだまだ病気の渦中にある、病気の最中にあるという認識なので、薬をやめたいという人はまだまだね、もっとそんなことよりもちゃんと仕事していく方が重要だよねっていうふうに考えれるようになるまでね、時間をかけて安定した状態を維持していってほしいなというふうに思います。今日の話は病気を治す感情コントロール術で詳しく解説しておりますので、この否認っていうのが分かると病気を治すことが本当にできますし、否認にとらわれてると永久に病気が治らないんですね。先ほどのような患者さんがどうやって否認を乗り越えて重要まで至ればいいかっていうのは、病気を治す感情コントロール術という本に非常に詳しく書いてありますので、参考にしていただきたいと思います。家族や周りにそういうメンタル疾患の患者さんがいる、会社や友人などにいる人が読んでもですね、ものすごく参考になる一冊だと思いますので、ぜひ手に取ってほしいなと思います。